海流級潜水艦は、県流船案で計画、建造された台湾海軍の通常動力型潜水艦である。1982年から1988年までに2隻が建造された。建造計画名をとって、県流級とする場合もある。オランダ海軍のズバールトフィス級潜水艦の改良型の類的型、セールプレーン式の潜水艦である。 当初は6隻の購入を予定していたが、北京当局からオランダへの外交圧力により2隻のみの購入に終わった。すでに管令が20年を過ぎているが、代替艦建造計画が進捗していない上に、台湾海軍が保有する、もう2隻の潜水艦である、海市、海氷の管令は、海流級の3倍以上である60年以上に、達しており、海流級は、現在もなお、 台湾海軍トラのこの潜水艦として運用されている。2014年1月6日、台湾海軍は潜水艦発射用 UM-84、潜対地ミサイル32発と ATOM-84L 訓練用ミサイル2発、ATOM-84XD 実証訓練用ミサイル2発を受領したと発表した。これらの搭載により、 本級の対地戦闘能力は大幅に向上し、150回り、先の地上目標への攻撃が可能になったという。海外官邸ニュース、台湾潜水艦が、ハープーン対艦ミサイルを装備、世界の艦船第795周回忍者。ありがとうございます。